どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、加速するワンキル環境に終止符を打つべく登場したカードについてご紹介していきたいなと思います。カイトロイド、これね、ミオ CG カード、らしくて、要は OCG カードになってない、オリジナルカードなんですよ。このカイトロイドが劇的に強いと巷で話題になってましてですね、効果説明していきましょう。相手モンスターが直接攻撃をしてきたダメージ計算時にこのカードを手札から捨てることによって、ダメージをゼロにするよと。だからまあクリボーとかと似たようなダメージ計算時に発動する手札誘発カードで、さらにこのカードが墓地に存在する場合、もう一回このカードを除外するとまた同じことができるんですよ。だから2回直接攻撃のダメージがゼロにできる。つまりこのワンキルが横行しているデュエルリンクスのこのクソワンキル環境の中に終止符を打つべく現れた勇者なんですよ、こいつは。でですね、まあ直接攻撃しか守れないんで、まあその辺ちょっと注意っていう感じなんですよね。モンスター守れるわけじゃないからっていう感じなんですけども、これで今日は何やっていくかっていうとですね、結局ロイドなんですよ。ロイドで、ロイドってこのメガロイドシティっていうね、フィールド魔法でこれでサーチができるんですよ。メガロイドシティってその自分のフィールド上のカードなんでも、モンスターでも魔法トラップでもなんでもいいんだけど、これ以外のカードを破壊するとロイドモンスターを手札に加えられますよっていう効果ついてるんで、これでこれ持ってこれるんですよね、カイトロイドが。で、まあ巷で話題になってるのはこの召喚獣と組み合わせた時のそのロイド召喚獣っていうのがマジで強いっていう話になってて、ですね、どういう動きができるかっていうと、召喚師アレイスターを召喚して召喚マイツ持ってきて、で、召喚師アレイスターをメガロイドシティで割って破壊して、でロイド持ってきとくと、カイト持ってきといて、で相手のターンは直接攻撃2回防げるか知らないですよね。でライフポイント調整も結構できるんですよ。だからまた召喚師アレイスターを引くための窓の将来のコストをもう相手からのダメージで受けることができたりとか、あと単純にその小手でバック除去できたりとかっていうのができるんで、マジで強いし、あとロイドって属性結構いろいろいるんですよ。例えばこれ地とかね、 あとそれから水、まあ、これ風なんだけど、あと炎とかね、これいるんですよ。だからロイドで、このメガロイドで好きな属性持ってこれるっていう、エレメントセイバーと同じような感じができるんですよ。だからその属性に合わせた召喚獣をこう出していけるっていうのがあって、これがとても強いと。これ多分ね、 KC とかでも結構、出てくるんじゃないかなと。召喚獣って結構やっぱ効率はいいんですよね、時間効率が。結構一瞬でデュエル終わせられる能力があるんで、なんで結構流行るんじゃないかなと思ってるんで、皆さんもぜひね、チェックしてみてください。で、防御札はそのこのカイドロイドと、あとそれからこのエネコン狡猾なんですけど、狡猾2とかでもいいんだけど、エネコンがおしゃれなんだよ。すげえおしゃれなのが、例えば、召喚師アレイサ召喚して魔術持ってきて、でエネパクして相手のモンスターを、でエネパクして相手モンスターをメガヤドシティで割るっていう、これがすげえおしゃれだから、ちょっとこの動きを見せたくて、まあ、ちょっと見せれるか分かんないけど1枚入れてますと。であとやっぱ結局そのプルガトリオで一瞬でデュエルを終わらせるのがやっぱ結局召喚獣って強いから、まあコンセントっていうねこれそろそろもうリミット的だなと思うんだけど、とあとは、モンスター融合モンスター、融合モンスターはこのメガラニカ3枚のコケトス2枚のプルガトリオ1っていう、まあ、闇のやつ入れてもいいかもしれないけど、あんま使わねえかなと思って、これ3枚にしてんのは結局ミラーとかって打点ゲーになるんですよ。だから打点高い方が正義みたいになっちゃって、メガラニカいっぱい入ってる方が勝ちみたいになるからなんでメガラニカ3ですね。プルガトリオは1でも全然多分その最終的にこういった決めに行く時にしか出さないと思うから、あんまりね、なんでまあ1でいいかなっていう感じですね。で火球のモンスターなんだけど、まあ、これは炎でいいですよね、まあ、これは炎だから、これあんま使わない、召喚使わないけど、これはプルガトリオ出すためだけに使う。でカイトロイドは別によくて、でサブマリンはこれあれ呼吸トスを出すために使うと、まあ、あとこのメガロドシティの効果でダメージ計算時だっけ、モンスターが戦闘からダメージ計算時にロイドモンスターの攻守を入れ替えつつデッキからロイドを墓地に送れるよっていう効果と相性がいいんで、だから1枚採用します。あと水だしね。でこれね、スチームロイド、これが
あれなんですよ、500アップするんですよ、永続効果で攻撃するときに、で、されるときに500下がるっていう効果なんだけど、これで、青の岩戸を、調子乗ってるあの岩戸神社、あれ殴れるんですよ。あれが強くて、入れてるという感じでございます。それでは早速ですね、新環境デッキ候補、召喚獣ロイド、カイトロイドの強さね、できれば見せていきたいなと思います。デュエル、スタンバイ。いやー、このなんか、ミオ CG カードが活躍してるっていう、この感じ、あ、いいね、カイトロイド、いいよ。いいぜ。なんか運営もさ、多分だけど、何クソワンキルが起こしてる、やべえどうしよう、あカイトロイドなんかすげえカードあんじゃん、これ出しときゃみんな満足するやろっていうそれでよしカイトロイド実装いけっていうことでしょ、多分そう。とりあえずアレイスターシットですかね。でこうして、はい、まあ、これで全然死ななそうっていうのは強いですよね。もうなんか何されてもなんか死なねえっていう、あーちょっと弱点としてはこれ結局カイトロイドっていうのがモンスター効果なので、モンスター効果を止めれるカード、例えばですね、古代アンティークギア、お霊獣来た、アンティークギアとか、あとはベンデットバスタードとか、あとは、まあ、墓地ってもいいから天罰とかあんま聞かないけど、まあ、リンネとかはちょっと辛いかな、まあ、ダメステなんでね、一応あのパーシア出てこないっていうのあるけどっていう、なんかモンスター効果止めれるようなカードは結構辛いですけど、それ以外であれば多分知らないからほとんど、でまあ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 アピライオさん殴るよと、でまあそれは全く問題はないですよと、はいはい、オッケー、でアレイスター効果召喚魔術を手札に加えていくこれ絶対知らないって強いよな、絶対知らねえっていう。あとはですね、霊獣は何すればいいかっていうのは簡単なんですよ、なんとか天罰強っ、まあ、召喚魔術1枚あるからいいや、こういうことがあるからね、やっぱその召喚魔術は2枚ぐらいあった方がいい、あと小伝いとかされるからね、小伝いされてみたいなとかあるし、すべきってのもあるからね。で単白までいいや、はいはい勝ちはい勝った勝った、第3武漢はっさあどうする、おいこれ蘇生するやつじゃないか、あの奇襲みたいなやつだ、わらかカードで霊柱を除外ゾーンか墓地から、1体ずつ、特殊召喚できるっていう最強カードだろ、よーしかかったらかかったらアホがサンダースプリットアタック、アペライオ特殊召喚かの、ウィンダーちゃん特殊召喚、うわー心苦しいわー、あんな可愛い女の子殴るの心苦しいわー、ま気持ちよく殴るんですけどね、カイドロイドを破壊してデッキより炎属性モンスターレスキューロイドを手札に加え、さらに召喚魔術発動、俺は墓地に存在する召喚師アレイスターおよびレスキューロイドをゲームから除外し、召喚獣ブルガトリオ特殊召喚おい霊術界息してるか、霊術界さん息してます、バトルフェーズいきます、スタップ細胞はあります、ダメージステップ召喚師アレイスター効果、おわーうおーどりゃー強すぎわ、ロタ対戦ありがとうございました。さあお相手の方とロイド使いじゃないですか、真のロイド使い対戦よろしくお願いします。デュエル3倍、もうこれ絶対知らないよもんな、これ絶対知らないってクソ強いよなこれ。でこれでさ召喚師アレイスターサーチできて、でさらにメガルドシティで召喚師アレイスター割って好きな毒性持ってこれるんでしょ、待つ来た出ました、エンジョイ使いですよこれ、エンジョイ長女ですか、いやエンジョイ長女じゃないな、エンジョイ少女、エンジョイ少女や、エンジョイ少女さんどうぞいいですよ、さあ破壊してワンキルしなさい私を、おいいですね、さあぐるぐる回します、エンジョイっつって、さあエンジョイできるのは果たしてどっちかなさあダメージ計算で、お前甘えか、お前甘えじゃねえかよ、それクソほど甘えてんな、殺せよ何してんだよ、殺せよ殺せよ、草さあおっと来た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 、エンジョイ自分だけエンジョイ
さあ、札再生。札再生抜け。鼻かす。俺はお前を応援。あ、いいね、いいね、いいじゃん。俺はお前を応援してるぜ。鼻積みで、もう鼻積み持ってきてデッキトップ操作できますよ。さあどうしますか、エンジョイ少女さん。まだ消火器扱っていない。さあ、いや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 、頑張れ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 いや、こんな、カイトロイドすげえ、やべえ、なんかあの鼻かすを応援できてる自分がいる。鼻かすをめちゃくちゃ今本気で応援できてる自分がいる。鼻かす応援できるってすごくない？これ革命だろ、これ革命だろ、これ。どう考えても、はい、オッケーで、イノシシオッケー、こうかで、鹿持ってきて、さらに展開できる横に。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、頑張れ頑張れ頑張れ、いいぞ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 。あとあれがいるか、あのススキいるね、いいね、いいじゃん、いいよ、もうやるやん。あといった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 、頑張れ、あといった頑張れ、ふざさ、よし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 、あといったやった、いいぞ、頑張ったな、エンジョイ少女。いやー、頑張りましたね、エンジョイ少女郎さん。はい、お疲れ様です、お疲れ様です。一回受けます、一発受けます。はいはい、で、はい、ダメージ計算時ジムよろしいですか、ありがとうございます。カイトロイドの効果発動死にません、僕は死にません。スキル発動、魔導将来。さあ、ここからがゲームの始まりだぜ。俺は召喚師アレイスターを攻撃強制、召喚召喚師アレイスターの効果発動で距離召喚魔術の手札に加えることができるぜ。さらにメガライドシティを発動、メガライドシティの効果発動、これによってメガライドシティの効果、召喚師アレイスターを破壊し、で距離炎属性モンスターレスチロイドを手札に加えていく。そして手札よりマジックカード召喚魔術発動。俺は墓地で存在する召喚師アレイスターよりレスチロイドの魂をゲームから除外し、現れよ召喚獣プルガトリオ、すべてを燃やし尽くせ、クソワンキルケッうれエンジョイ遊戯を楽しい、エンジョイエンジョイエンジョイ。さあ、お相手の方、ヘルカイザーリョウさん、よろしくお願いします。デュエル3倍、デュエルだデュエルだ、おい、伸びた、デュエルしようぜ、伸びた伸びた、お前ライフ1からスタートな、伸びた、俺ライフ5万からスタートな、伸びたさあ、ヘルカイザーリョウさん、どんなデッキ、おお強いですね、コズミサクロいいでしょう。いやー、安心だこれ、これどこなんか見や、これね、だからカイトライトがあるっていうだけで本当に安心感が違うわ、絶対的安心感。おっ、ああなるほど、そういうデッキね、オッケー、殺意高いやつね、これ。あ、オッケー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 。オッケー。で、サイバー利用儀か。なるほど。これあれや。見たことあるんだ、これ。このデッキ。サイバー流サイキックや。これ殺意、最強の殺意の塊。なんかあんの？コーセンとか？はい。1100、オッケーでしょう。1100もらいます。1100受けまーす。2000は受けませーん。カイトロイド、発射ー、はっ、よし、瞬間有効、お、強い。あ、あれ、ちょっと待ってくれ、あれ、これ待ってくれ、サイバーツインか、やばい、あ、ちょっと待って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 待